18歳おめでとう。おさらい。お父さんが、あなたの母親は生きてます。病気で死んだって言って本当すみませんでした。お父さん敬語使ってた。だからいつもの冗談じゃないってこと。やっぱり俺も行こうか。ありがとう。でも大丈夫。あなたの母親は最悪です。会えば必ず来てくれます。生きてるんだ。ちょっと急いでるんです。お姉さんめっちゃ可愛いですね。ずっと分かんないことあって、その分かんないことってのがお姉さんの LINE？ 何？こちらに杉田さゆりさんっていう方いらっしゃいますか？私、幼い歌って言います。帰んな。え？二度と来ないで。私の母は自由な人でね、さっきのお店で菓子やってるの。あなたもしかして？歌、いびき、こんなんでごめんね。